どうも、六六組のエンタメラボへようこそ。六六組のキメロジとペチと中年期ことサクです。注文完了。何を注文したんでしょうか。急なサバイバル生活に役立つように、あの小林幸子のラブスボス衣装を注文しました。うんーで小林幸子のラスボス衣装を注文しました。あ、もうダメだ。ということでペンディングトレイン第3話直後だぞ。僕が5号車にいたら真っ先にレナを選びますね。本当に何の話？レナ。やっぱ誰かしらとね、パートナーにっていう話ありましたけど、あったね。僕はレナですね、一択です。もう見るのやめちゃうってなんでだよ。相手の気持ちもあるしさ。いいだろう、いいだろうが。ってことで、本当に回を増すごとにレナが本当魅力的なキャラクターになってきて、うん、なんか憎めないよね、本当に。見れば見るほど好きになる。いや、好きになるよ ね、本当に。今回は顔だけかよって言ったり、白浜だったり、なんか我先に水をね、取りに行く姿だったり、本当に可愛くて仕方がないレナなんですよ、ね。やばーと思ってた。言ってたやばーと思ってた。一番なんか人間らしいというかさ、そうだね、割と自分の思ったままに動いてるって感じですね。まあね、そんなこともありつつ、まあ、本編の方ではついに北千住殺傷事件の犯人が、まあ、本格的に姿を現してきましたね。ということなんで、まあ、本日の動画はこういったラインナップになっております。北千住殺傷事件犯人の帽子の男は誰、スープに異物を入れた犯人は誰、緑の石とオーロラはなぜ共鳴したのかのね、3本でお送りしますので、ぜひチャンネル登録の上最後までよろしくお願いいたします。はい、ということでエンディングトレインはですね、毎週金曜日夜10時から TBS 系列で放送されてまして、僕たちはその翌日の土曜日に直後考察動画を出しています。皆様からね、集めたコメントをもとに再考察した直前再考察動画もね、出していますので、ぜひぜひたくさんのコメントの方お待ちしております。はい、ではね、やっていきますけども、まずはですね、北千住殺傷事件犯人の帽子男は誰なのかということで考察していきますけども、うん、今回第3話のね、最後の警察のシーンで、あの帽子の男っていうのは北千住駅前でね、起きた、まあ、殺傷事件の犯人と特徴がよく似ていて、防犯カメラのね、映像から遭難した8時23分発の車両の6号車の中にいたことが分かったので、直哉たちがね、遭遇した帽子男イコール北千住の犯人であることは確定で良さそうですね。うん、さらにね、ここから分かることとして、遭難した6号車も直哉たちの5号車と同じ時間軸、そして同じ場所に飛ばされていたっていうことが、まあ、判明したと言いますね。はい、なのでね、この犯人である帽子の男っていうのは5号車の今まで出てきている人ではなくて新キャストであるっていうのはもうほぼ間違いなくて、うん、うん、で、まあ我々的にはサムネにもある通りバウンディ、あ、似てるけど一瞬、いやいや思ったけど全然違うんですよ。全然違うんですよ。ツナケイトさんなのかなと、僕ら的には思ってますね。なるほど。いやー、やっぱちょっとその気ぶくれしてるのかなっていう感じですね。いや、そっちだった。初めね、うん、そう横向いたら全然そのシュッとしてましたし、うん、走ってるとこも全然シュッとして違ったんだよね。そうそうそう。じゃあなぜね、ツナくんなのかっていう風に導き出したかと言いますと、この背格好めちゃくちゃぽいんですよね。うん、やっぱ一番見えたのがその防犯カメラの映像を確認した時の横向きの姿がめっちゃぽいなっていう風に思いましたし、はい、うん、そしてね、こっからちょっとメタ的な考察にはなるんですが、このドラマのね、主演の山田裕貴さんの所属事務所が、まあ、渡辺エンターテインメントなんですよね。そして他にもね、このドラマに出ている俳優さん、明石役の宮崎さん、直哉の弟達也役の池田さん、そして坪倉さんも、まあ、同じ鍋プロ所属なんですよね。うんうん、で、先ほど挙げた綱くんも鍋プロ所属なので、うん、まあ、これは可能性高いのかなというふうに思いましたね。そうだね。結構ドラマだとさ、同じ事務所の俳優さん起用するってかなりあるじゃん。うんうんうん、まあ、鍋だと菊田さんもいるんだけどね。いや、菊田さんもそうだけど。いらんな。もういいかな、菊田さん。いいですかな。で、そしてね、このドラマのプロデューサーの一人、僕らもお会いした宮崎雅子さんもね、うん、君の花になるのプロデューサーさんですし、うん、そして劇中ですでにね、まあ、ブルームタワーっていうね、これなんだよね、もう君花を連想するワードも出てきてますから、もうこの流れで綱くんの参戦っていうのは、まあ、めっちゃありえそうだし、うん、まあ、何より見たいっていうのが一番なんだよね。そうだね、まあ、話題性がめちゃめちゃあると思うんですよ。そうなんだよ、一気にペンディングトレインが加速してくると思って、もっと、まあそうだね、注目していくと思う。そうそう。でもね、やっぱ綱くんっていうのはもうすでに今期のドラマ「明日私は誰かの彼女」シーズン2にまあ出演されますし、まあ、髪色もね、ペントレの犯人の役とは全然違いますから、なるほど、ちょっとどうなのかなっていうふうに思うんだけども、でももしね、このままペントレに綱くんが出たとしても、まあ、おそらく出演は本当に数話、もう1、2話ぐらいしか多分出ないと思いますし、まあ、犯人役の時は多分髪の毛ね、ウィッグとか被ってれば対応できると思うから、全然そこの兼ね合いっていうのはあんまり、まあ、めちゃくちゃハードスケジュールだと思うけど、うん、姿が違うじゃんとかいうのは多分全然突破できそうではあるんだよね。うん、本当にまあ願望が大きいですけども、まあ、結構根拠みたいなのもね、一応あるので、うん、まあ、ここは期待したいですね。はい、はい、で続いてのトピックスはですね、
例のみんなで食事をしている時に毒入り木の実に似たものがスープの中に入っていましたけども、うん、あれをね入れたのは誰かについて考察していきたいと思います。まあ、結果としてねあのスープに入ってたものは、まあ、食べれるものではあったんだけども、まあ、入れた犯人としては、まあ、昼間のねサイが食べた毒入り木の実だと思って入れて、まあ、ミナを、まあ、殺そうとしたはずなんだよね。で、まあ、直哉はさ、田中弥一を疑ってたけども、やっぱあんな大勢人がいるところに、田中が戻ってきて入れてたとしたら、さすがに誰かしらにバレそうだから、うん、まあ、田中はないと思うんだけどね。となるとね、あのね、食事をしている、まあ、5号車の乗客たちの中にいると思うんだよね。はいはいはい。うん、となると、やっぱそれはズバリ、レナか小春かなと僕は思ってますね。あら、おぉ。そう。乙女集団たちが。乙女集団。どっちかよ。そう。っていうのもね、ご飯食べてるシーンで、主要キャラであるレナと小春っていうのは、スープを口に運んでないんだよね。うん。まあ本当にね、正直そこでしか判断する要素っていうのはなかったんだけども、そう。まあでも、言うて小春っていうのは、そんな動機とかが見えないから、うん、あんまないかなっていうふうに、除外して、まああるとしたらやっぱレナが一番怪しいのかなっていうふうに思ってますね。まあ、好きな子いじめるタイプか。いや、そんなことない。注目しねえぞ、お前、そんな。そんなことないですよ、全然。ちゃんとありますから。でもあなたリアルタイム放送では、うん、いやレナはそんなひどいことはしないんじゃないって思ってた、思ってた、そう、そんなひどいことしないキャラなんだけども、うん、まあその普通に極悪人とかではなくて、やっぱりそういった生き残りたいみたいな欲がかなり強いし、うん、やっぱ食べ物とかもさ人より多く食べてたりするから、うん、まあ単純にやっぱ一人でもね生き残りを少なくしたかったのかなっていうふうにも考えられるんだよね、うん、未来の食料とかそういう物資を自分がもらえる保証を作りたいというか、そう、割となんかそういうところはシビアというかさ、まあね、1話ですぐさ、まあまあ、遭難した時にもさ、なんかもうそんな綺麗事言ってる場合かみたいなことも誰よりも先に言ってたから、割と結構リアリストというか、なるほど、一面もあると思うんだよね、うん、子供な一面もあるけど、私まあちょっと他に見えてこないんだよね、他の人物で言うと、うん、まあ田中を外すと確かに見えてはこないな。そうなんだよね、まあ劇中ではもう田中で進んでいってふわっと終わってたけど、そうなんだよね、まあ、多分あんな感じの回収じゃ済まないだろうからね、ちゃんと明確にあるんだろうね。そう、多分後々、うん、あ、こいつだったのかみたいなことはあると思ってますね、うん、そしてね、もう一人あるとすればモブキャラではあるんですけども、クレジットカードを磨いてたおじさんですね。おい、いや、誰も覚えてない。クレジットカード磨いてるおじさん、まあ、あそこはね普通にねみんなで協力して生活に使えそうなものを作っていたシーンで、うん、まあ、鋭利なクレジットカードはその包丁のね代わりにするっていう理由で作ってたとは思うんだけども、このねおじさんは外国人観光客の方がひよこのねお菓子を配ってくれた際にナブアビダ仏を唱えてた人と同じなんだよね。うんうんうん、で名前がね字幕で土屋って出てたんだよね、うん、そうだから一応役名がちゃんとあるんですよ、あのクレジットカード磨いてたおじさん、まあね、ナムアビダブゾおじさんね、そうそう、はいはい、そうなので、まあ、今後ね何かしらそういった見せ場というか、まあ、出てくる場面があると思ってて、うん、というのもね今回割と喋ってたキヨいたじゃないですか、あ、はい、白髪のおばさんのキヨ、はいはいはい、そうキヨも1話のね字幕でセリフに名前が出てて、でも別にそこの1話では特に出てくるっていうのはあんまなかったんだけども、今回割とね目立つ場面があったから、ね、この土屋さんっていうのも同じようになんか今後目立つ場面がありそうかなと、はい、そしてあのクレジットカードっていうのが伏線で、そのね鋭利なクレジットカードで誰かを人質にとって暴れるとかね、あ、そうなんか食料よこせとかで、はい、で実はあの時木の実入れたのも土屋さんだったのみたいな感じで、まあ別にそんなに大事ではないけども、ちょっと一つの危機が訪れるみたいなところでさらっと出てくるのかなみたいな。土屋さんで1話またいだ。いや、1話またいだ。そんなにその木の実事件ってのは言うて大きなあれじゃないのかなっていう感じで、まあね、なんかさらっとそういうちょっと狂ってきた人も出てきたよみたいなので、なるほど、うん、出てくるのかなっていう感じはするけどね。やっぱ主要キャラの離脱って多分この感じほんとないと思うから、そうだね、離脱させるとすればそういったちょっとモブの人で出させて、で、うん、悪いこともやっぱそっちに押し付けるとかは、まあありそうかなっていう感じがするかな。ちょっと俺思ったのは、田中がさ、その毒の下りを見てたじゃん、うん、ただケメの言う通り田中がそのまま来るっていうのはちょっとリスクが高すぎるから、うん、なんか田中と帽子男がもうすでに結託してるとか、はいはい、コミュニケーションを取ってる場合だと田中から聞いた帽子男がちょっとそういうのをやりに来たとか、あーなるほどね、あ、これ毒って聞いたからこれ入れに行こうみたいな、あーなるほど、その帽子男が実はやってましたとかも、うんうん、はいはい、まあ面白くはあるのかな、うんうんうん、あ、まあそうだね、まあそっちの方で回収してくれた方が、まあちょっとね6号車の方で、うん、繋がってくるしね、話してくる、あ、まあね、やっぱりバレるっていうリスクはあると思うんだけど ね、まあ、ね、そういうことか、あんな人いたら、え、誰ってなるから、まあ確かにな、そうってなるとやっぱり味方に潜んでたみたいなのが、そうか、そうか、あん中にいないとかっていう感じはするんだけどね、まあでも土屋さん意外と俺は結構あるからって思ってんだよね、
まあちょっとここもよかったらね、何か考察あればコメントください、お願いします。はい、では最後ですね、緑の石にオーロラが共鳴した理由っていうところを考察していきたいんですけども、ナオヤとね、サエがユウトのことについて話している夜ですね、空にオーロラが見えて、でそれと同時にね、トンネル内の緑の石がまあ共鳴したかのように光るという現象が起こりましたけども、まずね、オーロラといえば前回第2話の最後で田中のね、頭上に出現して、なんかおそらくオーロラから例のペットボトルの蓋が落ちてきていたので、まあ、オーロラっていうのは時空を司る方向性のアイテムである可能性が高そうだよね、うん、で続いてね、緑の石っていうのは、まあ、第1話で遭難直後にね、直哉たちがトンネルを探索している時にまあ光りましたけども、やっぱあの緑の石が光っていたのは直哉たちの、まあ、5号車が遭難した直後だったので、まあ、これまた時空を司る関係、直哉たちの遭難にはまあ関係していそうだぞっていう感じがするよね。でそして今回そんなね、オーロラに緑の石が共鳴している様子だったので、まあシンプルにこの2つが引き寄せられてタイムスリップが起きたのかなと考えるのが自然なのかなっていうふうに思いますね。うん、うん、なるほど。で元々ね、緑の石も5号車の中に入っていて、でその石と未来のね、オーロラが、まあ、時空を超えて共鳴したかなんかでタイムスリップみたいなのが起きたのかなと。なるほどね。で今現在ね、車内から石が投げ出されたからトンネル内の線路に落ちているっていうふうに考えられるのかなと。そう考えると持ち込んだ人物がいると考えていいんですか。まあだからでもその人物が意図をしていたとかそういうのではないと思うんだよね。もうそれもなんかそう偶然でこうなっちゃったみたいな感じではあると思うんだよね。意図的にではなく偶然になっちゃった。そうそうそう。なのでまあ現代に戻る方法っていうのも、まあ、あの石をまあ車内に置いて、まあ、オーロラが出るのをみんなでね、その車内から待つみたいな、はい、なんかそういうのが絵は想像できるよね、光ってみたいな、うん、っていう感じになってくるのかなと。正直そのなんでオーロラがとか緑の石がっていうのは、まあ、劇中でね詳しい理論が説明されるかもだけど、本当その辺は前も言ったように理論上可能であるっていうなんか、うんうんうん、フィクションでな設定だろうね、うんうんうん、まだドラマ的にもどうやったら戻れるかとかそのフェーズに進んでないので、うんうん、ちょっとねこの辺のどうやったら戻れるかとか考察っていうのは、まあ、今後ね劇中でヒントになるものが出たり、まあ、話がねそっちの方向に進んでいったらちょっと深掘っていきたいなというふうに思いますけども、うん、結構具体的な何か、なんか言い伝えでこういうの聞いたことあるとか、なんかそういうね、考察っぽいものがあればぜひぜひコメントの方で教えていただければというふうに思いますね。うん、はい、ということで、次週はついにね、帽子男以外の6号車の人も出てきそうだね。で、子供だ。そう、子供が出てきてるけども、まああれは多分6号車の子だと思っていいよね。そして刺された加藤が助かることをね、ちょっとみんなと一緒にリアタイで祈りつつね、楽しんでいきたいと思いますので、ぜひ来週もよろしくお願いいたします。ということで、僕たちはペントレ以外にもいろいろね考察ドラマやってますので、ぜひぜひそちらの方もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、ろくろくでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画が少しでもよかったらチャンネル登録、高評価お願いします。ということで、サク、はい、もしあの世界で女の子のパートナーができなかったらどうやって生きていきますか。自分のスコップにして父に潜って、あのうまこう浮かします。怖い、特殊能力。